公団体が出資や貸し付けなどの方法によって設立した法人である。公企業の形態の一つである。公共企業体という概念は次のような意味で使われる。日本の実定法上は公共企業体と労働関係法で規定されたいわゆる参考者のこと。これを指して公社とも言う。イギリスのパブリックコーポレーションの訳語。パブリックコーポレーション。 日本の参考者やイギリスのパブリックコーポレーションに限らず、それと同方式を取る各国の高企業の形態を指す後、日本の地方公社や公団、公庫なども含めた広い概念。1948年に制定された公共企業体等労働関係法は、公共企業体の職員の労働関係について定めた法律であるが、そこでの公共企業体は、 以下の法人を指した。なお、法律制定当時に設立が決まっていたのは、日本船売公社と日本国有鉄道で、日本電信電話公社は1952年に発足して追加されたものである。後に三公社は民営化され、株式会社となったが、これは一般の会社法上の株式会社とは異なり、特殊会社と呼ばれるものである。その後、 JR の本州三社と九州のみは、商法上の株式会社となった。1987年の国鉄民営化により、上記の意味での公共企業体はなくなり、上記の法律も国営企業労働関係法と解題され、さらに同法は、平成14年法律第98号により、特定独立行政法人等の労働関係に、 関する法律と解題され現在に至っている。その他、公団、公庫、事業団、営団、金庫といった様々な形態の公共企業体が存在する。さらに、上記の参考者以外に、公社と名のつく、次のような公共企業体が存在した。地方公共団体によって設立される、公共企業体は、地方公社という。 以下の三種類の法人形態を総称して地方参考者という、ありがとうございます。